祥寺生まれってかっこいいね。かっこいいね。うん、鎌倉生まれよりかっこいいと思うんだけど。うん、知らなくね。超人だよ、あなた。あなた超人。村上超人。村上超人。村上超人。できたじゃん。はい。本人にズンタンって言ってるのはあーちゃんぐらいしか。マジ俺の天意も本当いい勝負だな。ルミアキチャンネル、今回は、ルミタンの大好きなコーナー。はい、ありがとうございます。すいません、ありがとうございます。私のためにありがとうございます。そう、ルミタンのためにね、いつも、はい、いつもいつもいつも考えてるの。面白い。今日は何を撮ろうかなって。ありがとうございます、うん、今日は10分トークのコーナーでございます。あ、今回はじゃあ赤坂ドリブンズから村上ズン選手に。ジェン。村上ジェン。ズンなのかジェンなのか。ジュンです。ジュンです。リーチ超人村上ジュン選手について10分トークしていきたいと思います。はい、はい、頑張ります。頑張る。うん、頑張らないとできない。頑張らないとできるかな、どうかな。じゃあフルスタイム入れますね。はい、はい、まずプロフィールからいきます。はい、年上。年上なのは知ってる。ママ年上、所属プロ団体最高位戦日本プロ麻雀協会所属、1975年4月10日生まれ。75年ってことは6個上。え、6個上。6個上ってことは46、47か。47歳だね。血液型 B 型。え今年47じゃない、うん、血液型 B 型。プロ歴24年。先輩や。24年。1個上。俺2個上。秋田23年。これ何年になってんだろう。あ、うん、23年だから1年先輩だね。なんか M リーガーの中で先輩の方がまあ少ないんだけど。そうだね、まあ、数少ない先輩のうちの一人ですね。あ、ズンタンとか言っちゃダメじゃない。年上だし先輩だし。本当はね、村上さんですよ。村上さんですね。村上さんでした。本来なら村上さんって呼ばなきゃいけないところを、まあ言うて村上さんって呼ん、あ、でも呼んでるか。男の人はみんな村上さんって呼んでるか。そうだね、村上さんって呼んでる人の方が多いんじゃない。ズンタン、ズンタンって多分私リアルで聞いたことないわ。本人にズンタンって言ってるのあっちゃんぐらいしか。マジ。え、全然ズンタン、ズンツンとか。いや、あれ、タロちゃんとかなんて呼んでる。わかんない。なんか印象がないね。あんまりそのなんか名前で呼んでる印象ないかな。なんかマルコは村上さんって言ってた気がする。え、なんかその件も村上さんって言ってた。そうだね、キンちゃんもなんか村上さんって言ってた気がするわ。私もむしろその件もキンちゃんとは呼べない。そう、なんで。いや、わかんない。なんか園田さん。あ、園田さん。園田さんって。そうだね、うん、まあまあ園田さんか、その件か。言うて本人と話すことってそんなないからね。本人と話すときはだいたい名字にさん付けで、うんうんうん、そうなんです、この人そういう人なんです。いないところではポリポヨとか言ってるかもしれないけど。ポリさんって言ってるし。そうだね。、うん、そんな感じかな。相性みたいなのはよそで喋るときに使うかなって感じ。ズンって言ってるのは聞いたことあるけどね。ズン、うん、ズンとも言う。太郎ちゃんのおばちゃんは配信で村上さんって言ってるような気がするんだけど。いや、ズンって言ってた。あれ、太郎ちゃんとこの間の検討配信だと73年。ん、太郎ちゃんの方が上ってこと、うん、あ、太郎ちゃんの2個下なんだ。ズンだったかな。身長175センチ。うん、まあまあそんなもん。出身地東京都武蔵野市吉祥寺。おお、なんかおしゃれです ね。おしゃれなとこで生まれ育ったんだね。吉祥寺生まれってかっこいいね。かっこいいね。うん、鎌倉生まれよりかっこいいと思うんだけど。うん、かっこいい。なんか、趣味はお酒カラオケ。え？趣味はお酒カラオケです。あ、まあ、確かにお酒飲んでるイメージあるある。カラオケ行ったことあるよ。あ、そうなんだ。うん、まあまあ分かった。あ、そうなんだ。うん、行ったことないです。何歌ってた？会話じゃ無理だよね。いや、なんかね、知らない歌だった。好きな映画、特にありません。あ、そうなんだね。あんまり見ないのかな、じゃあ。そうなんだ。うん、座右の銘、麻雀も人生も勝ったり負けたり。うん、まあ、そうね。ま、人生に勝つ。人生に勝つか負けるかは終わる時しか分かんなくない。そうだよね。ね、私も今思った。だってさ、ね、人生だって半ちゃんで例えたらさ、生まれたてがトンパツでしょ。トン一曲ってどこまで続くの。小学生ぐらい。う
なんかさ寿命、ね、寿命平均寿命がさ、まあ、80歳として80じゃちょっと若いか90ぐらい、いやじゃあまあいいよ、今人生80年って言うじゃない、うん、で80でいいよ、はい、で八曲マージャンって考えたら、うん、40が40超えたら難入するって感じ、まあそうだね、でもさなんか俺難入、あごめんごめん、はい、いやいいんじゃない、はい、主な獲得タイトル第35、39、42期最高位、はい、第5期、第9期最高位戦クラシック、第8回日本オープンなど、あ、日本オープン勝ってんだ、知ってる知ってる、聞いたことある、おお、M リーグにおけるトータル成績がプラス500ポイントを超えており、かつ M リーグ以外のプロマージャン界でのタイトル獲得数も多い、まごうことなきトッププロの一人、2020シーズンも個人成績8位と自身の数字は申し分なかったが、チームが4位というのは不本意だっただろう、はいはいはい、また2020シーズンファイナル最終戦で決意の勝利の後に、控え室で見せた涙も記憶に新しい、ああったね、あったね、あったね、あの、はいはい、去年のファイナルね、うん、の最終戦ね、登板したね、うん、でなんかいろいろこう物議を醸したまあそうね、あれは必要なことだった、確かに、まあ、それについてね、あの海焼きチャンネルでもね結構動画でお話ししましたね、まあなんか概要欄から、うん、概要欄にリンクを貼っておくんで、うん、貼ってもらえると思います、はい、2021シーズンは自らが優勝争いを演じ、初年度に掲げたシャーレの感触を取り戻したいところである、確かに、ドリブルは初年度優勝チームだね、そうだね、うん、で初年度は、おじさん3人で、おじさん3人、まだマルコが入る前にね、はい、おじさん3人でもう圧倒的なパワーを見せつけ、パワーを見せつけ圧勝された、いやもう本当にそうなんよ、まあ、ズンタンといえばねリーチ超人と言われてますけど、今シーズンはリーチがかなり少ない、まあ、リーチをかけられる状況がちょっと少ないかなって、まあ、先手を取れることも少ないし、うん、まあ、結局さ、リーチってさ、うん、そのリーチ判断ってさ、うん、その、あの人によってね、うん、違うと思うんだけど、うん、例えばなんか馬強重視タイプとか、うん、打点重視タイプとか、あの形重視タイプとか、結局その、まあ、リーチはほら手配に蓋をするって言ってさ、もうなんかその後の変化とかっていうのが一向に見られないわけじゃない、だから結局自分が満足する形でないとリーチを打たないとか、あの妥協ラインに達してないとリーチを打たないみたいな基準っていうのが多分あると思うんだけど、だから何でもリーチ超人だから何でもリーチするわけじゃないみたいな、そうだね、うん、って思ってるんだけど、リーチ超人なんだからリーチしろよって言われてんだろうなって、不憫だなって思う、へーそっか、そういう風に言う人もいるのかな、なんかリーチ超人なのに黙みたいな、まあ黙って重いもんねいやだから超人でも、そう超人でもリーチできるような状況じゃないっていうのが伝わらないっていうことなのかな、だから何でもそうだね、不憫だね、うん、なんか、うん、そのなんていうの、こういうキャッチフレーズ、うん、ついちゃうとね、そうリーチ超人、リーチいらなくない、もう超人でよくない、あ確かにだってさ、ね、リーチかけ、まあ、うん、リーチかけなくても別にトップ取れるしさ、そのリーチかけたらトップ取れるっていうのは別に超人じゃなくてもそうなわけじゃない、うん、別にリーチいらなくね、超人であなた、あなた超人村上超人、村上超人、村上超人、はい変なミドルネームがついた、うん、そうね、あ、まあ、リーチ超人とは村上は泣きが少なくリーチが多い打ち手である、しかも何でもリーチ派ではなくリーチをかけるかけないの判断も的確で、いわばリーチのスペシャリスト的存在だ、リーチにおいて人を超えた存在なのである、あなるほど、つまりリーチをしないで積もっちゃった時っていうのは、うん、判断を誤ったってこといや、うん、そうなのかな、そうなることかな、なんか重いねリーチ超人って、ね、重たい重たいわこのキャッチフレーズ、重い重い重い、マジで俺の定位も本当いい勝負だな苦節14年、初めて獲得したのが第8回日本オープンでプロ入り14年目のことだった、ただにたまるタイトルではあるが、その後立て続けに多くのタイトルを獲得しただけに、この一周は村上にとって特別なものだったであろう、確かにそういうタイプの人いるよね、うん、そうだね、あのめっちゃ強いけどタイトルにその縁がないみたいな、うん、決勝残るけど勝ちきれないっていうかね、そう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 、ね、あのこの人とかね、いやいやいや、あの連盟とかでいう、例えば広島田さんとか、ああああ、うん、なんかこうリーグ戦ではね、リーグ戦ではもう A1 にいて、あの決定戦とかにも何度も残ったりしてるけど、やっぱなかなかこう
タイトルに届かないみたいな、うん、あの勝又健二先生が言ってたんですけど、うん、決勝に残るまでが腕だからと言ってたんですよ、うん、だからまあ決勝に残ってれば偉いんですよ。まあ、でも確かにそのリーグ戦とかっていうのはさ、まあ、長いスパンでこうやってるから、うん、そのまあ、決勝を見据えてその途中段階で別にそのトップを取る取らないとかじゃなくて、その時の自分の持ちポイントとか、残り節残り消化節とかって、そういうのとかであの2着でよしとか、例えば、まあ、4から3とか、なんか3から1も狙えるけど2にしとくとか、なんかそういうのの判断で積み重ねてって決勝残って、で決勝はより短いスパンになるから、その麻雀がもともとね、その運の要素がちょっと大きいゲームだから、なんかそういう風にも確かに思うけど、決勝にいっぱい残ってればそのうち勝つでしょみたいな感覚だよね。そうね、大体。え？今日はマジで2分ぐらいだった。いや、まあ私5分くらいかな。マジか。超人です。超人でした。ズンタンの話もしてたけど、ズンタンじゃない話もしてたね。麻雀の話をちょっと、麻雀界にちょっと寄ってしまったかもしれない。そうだね。申し訳ない。ズンタンと謝ろうな。申し訳ない。なんと、そうですね。なんかもう本当にあれですね。多分この中でプラシックズンタンの話出てこなかったけど、ね、申し訳ない。時間なんで終わりです。終わりです。申し訳ない。次回は誰かな。一応今のところまだ未定ですけど、まだやってない M リーガーいるんで、うん、はい、次回はどの M リーガーの実況投稿になるのか、お楽しみということで、この動画が面白かったという方は高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。それではまたね。バイバイ。